1976年の西歌駅と周囲500メートル750メートル範囲。左下が砂川方面。中央より少し左寄りの水色屋根の建屋が駅舎。右上に住友歌市内炭鉱の積み込み、ホッパーの残骸が残る。三井門十炭鉱の先端機と積み込みホッパーはその左手の石炭で黒くなったヤードにあった。 また南側のモンジタン高専用線は、左下のカーブのちょうど中央から分岐して、その右手に見えるグラウンドにあった積み込み設備へ敷かれていた。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成2週台駅は、北海道宇多市内シアザモンに、かつて設置されていた、北海道旅客鉄道宇多市内線の駅である。電報略号は、 似た。宇田市内線の廃止に伴い、1988年4月25日に廃駅となった。1908年12月、住友石炭工業、赤平工業所、打た市内港の前身である中村炭、鉱が貯誕場までの分岐線を設けた。その後、この住港はいくつかの企業の経営権移動を経て1928年12月から、 住友の経営となった。分岐線は当駅ができるまでは新駅管理であったが、分岐点が新駅から約 1.5km と遠く離れていたこと、1960年にディーゼルカーが導入されたこと等により、住民と石炭積み出しの利便を図るため、市が土地と建設資金の一部を負担する条件で、当駅が開設された。これにより、 住友宇多市内炭鉱の分岐線は当駅管轄となって、1971年9月の同公平山まで石炭貨物の取り扱いを行った。なお、当駅が開設される以前、上記住友宇多市内炭鉱専用線の当駅型に、三井鉱山砂川工業所門事工の先端工場と積み込みホッパーが置かれており、同専用線を共同使用していたが、 さらに大正期から昭和初期にかけて本線を挟んで南側にも積み込みホッパーと専用線を有していた。後に文樹炭鉱と称されるようになった炭鉱は1895年に後の上砂川駅裏の三井砂川港を第二線炭期裏手に開けこうした。当時はまだ上砂川支線がなかったため砂川駅まで道路を改作して場運ぶしていたが、 その後1903年に高校を歌市内線側に設けた。1904年に3人の共同経営者により、文樹炭鉱と名付けられる。その後1908年に北海大鉱の手に渡った。この北海炭鉱は、後の文樹駅に近い大局の貯炭場へ馬車軌道を敷設し、さらにそこから新井駅まで人力で運搬していた。後に、 馬車鉄道を新井駅へ延伸させたと思われるが、真相は不明。その後1917年から田中港山の経営となり、1922年3月3日より三井鉱山の経営となったが、その間に上記2本の専用線を利用するようになった。三井文樹丹港は1954年に閉山した。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する無人駅であった。 西歌市内を略して、この駅名になったと言われている。ありがとうございます。